ちょっと一回最強のジムリーダーに会いに行っていいっすか。ワンチャンさ、うちのホゲータだったら、氷タイプのジムだったら落とせんじゃねえかなっていう淡い期待があるよ。まあ、いけるだろ。なあ、まず目的地に設定したんで、それめがけて突進していきましょうよ。あ、この先スター団なんだ。一旦こいつ無視するわ。俺が行きたいのは最強のジムリーダーなんで。校長先生、ちょっとそこまだ行く気ないっすよ、でも俺。目的は何？校長先生。まだどうしてそんなスター団に固執するんですか？スター団の問題とその謎、それを突き止めるためだ。いじめで多くの生徒を退学に追い込んだ。マジ？それは良くないだろ。アジトにこもってアカデミーを襲撃する計画を立てている。いじめは良くないね。ちょっと待ってね。マイクに小林が飛んできたわ。いくつかやばい噂があるが、あくまで噂レベル。今直面している一番の問題は、団員たちのあまりにも長い無断欠席。まあ、そりゃそうか。校長先生からしたらそれは見過ごせん問題はな。だっかい学院も洗っとるのによ。こと5名の生徒、スター団でボスと呼ばれる生徒は、1年以上学校に来ていない。問答無用で退学でいいよ。加えて最近は下っ端たちがやんちゃを行く始めているようで、思ったよりもしかしたら低変更なのかもしれませんね。グレープアカデミーは。だから私はスター団に解散を要望しました。そして要望を無視するならば退学してもらうほかないと。もうそうやね。しかしスター団から返事はない。解散か退学か、どちらかを選択する期限も迫っている。そんな俺に聞こえたのが、あなたとカシオペアの電話です。退学にはさせたくないわけやな、あんたとしては。こちらカシオペア、鍵聞こえるか？うっ、杉山何かに。アジトが近いようだが誰かいたのか？一人ですよ。ボスを一人倒したことでスター団は警戒を強めている。アジト攻略も以前より厳しいものになるだろう。くれぐれも注意してくれ。また連絡する。まあ行かないんですけどね。何？いい加減帰ってくんね。やだ！毒組のボスのシュメイ殿に会いたいんだ。だからさ、本人に言われてるの、団員以外誰も通すなって。絶対会う！シュメイ殿と話するんだ！勘弁してくれよ、もう。じゃあ待って、イベントが進んでってる。もうな、離れるって選択肢ないんかよ。声かけるわ。そこの君、やめなさい。あれ？ああ、また誰か来ちゃったよ。スター団の新人ってこんなに面倒いんだ。面倒やろ？やめようぜ。待って、下場さん、こいつカッキーじゃない？カッキーってうちらに喧嘩売ってるやつ？そうです。勝ち込みかける気満々や。やはり。うわ、やっべえ。昨日オールデーゲームしてたし、アジトのやつら絶対寝てる。ここは任せて。下パさんは仲間を起こしちゃえ。え？どういうこと？あ、なんでお前が？アジトが無防備だと、シュメイドも危ないんでしょ。シュメイドは恩人である僕の同胞。危機には万難を排し、はぜさんじるか道理なんだい。ちょっと何言ってるかわかんない。お前の立場は何なん？同胞を狙う幹部爪は僕が相手になるぞ。お前が敵なんかよ。もうちょっと待って。君主、危うき近寄らず、誠に賢明な判断だね。なんだこの会議。おめえに用はねえんで。この裏にそびえ立ってる山に俺は生きてんだわ。あ？は？ダブルバトル？え、違うわ。は？何これ？輪っかネズミ ?2 匹おんねんけど、どういうこと？え、めちゃめちゃルール違反してるやん。おい。どんな時でも2匹は一緒。見つけた餌はぴったりと半分こして仲良く食べる。なんかぬいぐるみみたいになってるよね。輪っかネズミ。普通に輪っかでいいよ、お前ら。なんかやばそうなシルエットが見える。ちょっと待って、これ何？ちょっと待って。なんかネタバレ食らった気すんねんけど、これ絶対あれやろ。ドフラミンゴの進化やろ。雪が降ってる。あ、レアコイルじゃん。ちょっと待って。これ何？これ。キモ！レベルが高い！なんだって！ブロブラ耐えろ。ジャイロボール。今一つやろ。おっしゃ。あ、ワンチャン捕まえられる。おー、抜群でこのイルがやばい。捕まえたところで言うこと聞かねえよな。ここはテラスタルして、ジャイロボールしよう。さあ、脳天に斧が直撃しておりますが、これでブロビューダー超絶強化です。オッケー。あゆ、アルクジラだって。気持ち悪い。なるほど。この地方やばいぞ。おい。え、なにこれ？あ、怒り猿や怒り猿。やる気者やったわ。受けたぐり。いいね。やっべー！ああ！お前！ああ、もうマジで、だからこれはマジもう無理だろ。無理だわ、ミンゴ死んだわ、ミンゴ死んだ時点で俺の旅はもう終わったわ。もう学生生活でよくない？授業だけ受けて単位取って卒業して就職してそれで終わりでいいじゃん。チャンピオンなんかならなくていいじゃんか。あっしゃ！ま
代わりのカウンターポケモンゲットできたからまあよしとします。よしじゃねえよ、ノーマルタイプじゃん。こいつケッキングなったらめちゃめちゃ強いけど、なんか癖強いんやな、あいつ。2ターンに1回しか動けないっしょ。しかも言うこと聞かなくない？このレベル帯だったら。わあ、ミンゴの進化見たかった。進化迎えたかった、こいつと一緒に。なんか来た、なんか来た、ちょ待って、待って待って、なに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 。ほら、これ、これ絶対ドフラミンゴの進化じゃん、これとかさ。おー、なんで俺の手で拝ませてやれなかったんだ。おぉ、びっくりした。ちょっと待って。ちょっと待って。ワンチャン殺されるぞ。ドフラミンゴの強さ俺が一番よくわかってるから、あいつの進化はちょっと絡むべきじゃない。ワンチャンフェアリーでいけない？戦ってみたい。さあ、お名前は？クエスパトラ、クエ。めぇ、すげえな。クレオパトラじゃん。オッケー。いや。斎藤戦のトラウマがブーって蘇ったわ。一列埋まっちゃったな。いけるとこまで行ってみようぜ。氷タイプのポケモンであるならば、ポケタが活かせると思うんですよ。じゃあ、レアコイル捕まえるか。でもさ、レアコイルから千葉コイルに進化するのって、天眼山で、レベルアップが条件じゃなかったっけ。ポカサフィンがどうなるんだろう。まあ、死ぬよね。待って、これ36ってことはポケタ進化するよ、多分。ほら、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 ほら。最終進化やぞ、お前。分かってるやろな。もう可愛さはいらんで。かっこよさやからな。ゴースト？鼻の上になんかいるし。悪くはない。すいません、これ以上のコメントは控えさせていただきます。はい。これから使っていって、うん。親睦を深めていけば、うん。多分愛着ある、湧くと思うんで。フレアソング強っ。しかも特攻負けちゃう。皆さん、臨床に炎がまといました。フレアソング、覚えましょう。ゴーストタイプになっちゃった。ユキハミ知らねえ、死ねえよ、フレアソング。今、何やったん？見えんかった、お前のモーションが。ああ、それがマイクになるんや。こいつの専用技なんかな。いえいえいえ、危ねえ、あっぶねえ、お前らこいつらやばすぎ、マジで。おい、マジで。ここら辺の僕もやばいぞ。バカみたいにあるら、カウンター使ってるわ、こいつら。殺しに来てる。舐めてんだ、マジで、カウンター使ってくる僕マジで嫌いだわ。なんか、ワッカ4人おるくない？なんかワッカ4人おるんやけど。え、こいつ進化した？ええおい、なあ、ルカリオがいるよ。いや、ちょっと待て。ホゲータはゴースト。つまり格闘は何一つ食らわないということでいきましょう。来いよ、ルカリオ。さあ、お前がテラスサルしたらどうなる？あれ？そのマークは氷？氷タイプか、お前。でも、鋼と氷ってことはさ、ちょっと待って、これ、レベル75ってなんだ、これ。おい。でも、ごめん、行っちゃう。ワンチャン。だって、今一つしかないだろ。今一つしかないし、しかもゴーストだから格闘当たらない。インファイトも何も当たらない。で、しかも氷のテラスタレだから今一つでワンチャン耐える。ならいけるだろう。まあ、捕まえたところで言うことは聞かないだろうけど、これでかいよ。こんにちは、編集中のカキーです。今回なんでこういう事態に陥ってしまったのかの解説をね、軽くさせていただきます。で、ホゲタの属性は炎とゴーストなんで、まずインファイトは格闘なんで絶対ゴーストのホゲタに当たらないんですよ。で、なぜ今回ぶち当たってしまったのかって言いますと、まずテラスタルっていうのをすると、そのポケモンはテラスタイプっていうのに変化するんです。で、そのテラスタイプっていうのはまあポケモンごとに違ってて、まあ、ルガリオみたいに氷のテラスタルだったり、まあ、1個目のジュバッチに打ったウソッキーが草のテラスタルになったりとか、いろんな属性に変わるんですよ。で、今回のホゲタは炎のタイプにテラスタルしたんですよ。炎のタイプにテラスタルしたということは、もともとあった炎ゴーストから炎だけになったんで、ゴーストは消えちゃいます。ゴーストが消えるということは、そうですね、
レベル75のルカリアのインファイトを顔面からもろに打ち当たってしまって爆散してしまったということになります。でそれがこの後にシステムをようやく理解したので、今この段階の僕はバグでも起きたんじゃないかと思って、はい、ちょ疑心ポケモンに対して不信感が今湧いてる状態ですね。無言で進めてますけど、はい、というわけでバッチ2個目にして御三家ポケモンを失ってしまう事故が起きてしまったんですけれども、これからどうなっていくのか見守っていただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。いやマジでやったね。どこ見てんのお前、もしかしてこいつ実況してる俺を見ている、主人公ではなくて。かわいい。ポケイタで行くわ。ここでお前修行しろ。おれ。え？おお。あっちゲート、あ、全然いい、全然いいわ。でもアホっぽさはちょっとなくなってないわ。アホやわ顔が。でも可愛い、よかった。